皆さんおはようございます。本日はお忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。定刻となりましたので、ただいまより定例の記者会見を開催いたします。本日はお配りしております次第に記載してあります案件2件について会見を行います。最初に案件につきまして、その他説明をした後にまとめて質問をお受けしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず、敦賀城の誘客事業につきまして、市長より説明させていただきます。はい、皆さんおはようございます。お集まりいただきまして誠にありがとうございます。その他も含めて少し追加のものもありますので、ご説明を申し上げたいと思います。まず、敦賀城の誘客事業ということでございます。こちらのスライドをご覧いただきたいと思いますが、令和2年から新型コロナウイルス感染症の影響がありまして、これから回復するためには早急な観光を入り込み、回復を図るために、敦賀城公園内において、桜のライトアップをこれまでの期間を延長して約3ヶ月ということで開催をいたします。点灯実施期間は令和4年4月4日の月曜日、この日に点灯式を行いますけれども、6月30日木曜日まで行います。この時期になりますと、日没がかなりゆっくりになりますので、一応ライトアップは5時半から17時半から21時30分で、棺置終了後は21時までということで、このイメージ図がございます。はい、ぜひ時期に応じて、今度新緑の敦賀城もありますので、2度3度と来ていただければと思います。で、点灯式、改めて4月4日月曜日18時から、敦賀城天守閣北西側ですね、武者走り前ということで、イメージ図それぞれありますが、それぞれ行灯を用意することになります。そして、2つ目でありますけれども、誘客促進事業、南町通り堀、西出丸西側ボート貸し出し事業ということです。手こぎボート、昔このお堀でですね、ボート事業をされていた方がいるんですが、お城側の文化庁からの指導等でやめておりましたが、この期間だけ取り組みをさせていただきます。4月中旬から9月末ということです。時間は10時から18時、受付終了は17時30分まで、料金1層あたり800円20分ということでございます。で、もう一つ、最近ドローンなんかでいろいろ高いところからいろんな景観が取れるのですが、今回、高所観覧体験事業というものを行います。敦賀城公園内で地上15メートルからの観覧ということで、敦賀城本丸、二の丸等で行います。4月中旬から6月末の土日およびゴールデンウィーク期間というふうにさせていただきます。時間は12時から20時まで、受付は7時、19時半まで終了ということでございます。料金は1回1000円ということでありますが、先ほどのボートの貸し出しや高所観覧各事業とも、天守閣入場券とのセットにての割引値引きも予定しておりますので、ぜひご利用いただいて、新たな敦賀城の魅力を体感していただければと思います。そしてもう一つですね、光のアートプロジェクト事業、南走長屋および星井櫓にてデジタル技術を活用した先進的なアート空間を創出。期間は、これはお城の耐震工事が始まる令和4年10月から来年、令和5年の3月というふうにしております。時間は8時半から17時まで。で、料金は天守閣入場料に含むということであります。なお、いずれも事業については、感染症の状況に応じては、それぞれ弾力的な運用をせざるを得ませんので、一時休止する場合もあるかもしれませんが、収束を前提として、今、この事業を組み立てさせていただいております。市の観光シンボルである敦賀城へ、年間を通して切れ目ない観光誘客を促進することで、観光業並びに地域経済の活性化を図ってまいります。なお、参考として、星井櫓を入り口として、売店を出口とするということは、今まで冬期間も実は行っていたりしております。ですので、冬季積雪時は売店を出入り口にするということもあるということをご承知いただきたいと思います。それでは、天守閣長寿名化工事、耐震工事でございますけれども、こちらについてお話を説明したいと思います。概要はこちらの通り、建築工事、電気設備工事、機械設備工事ということで、大きく3つに分かれております。期間は10月から令和5年、来年令和5年の3月までを予定しております。ということでございます。先ほどの誘客事業も実はこの間、やっぱり言い込みをやはり制限せざるを得ないので、春の前までですね、春および、その工事が始まるまでにしっかりと観光振興を図っていきたいということで、例年にない事業を組み立てさせていただいたところでございます。続きまして、先ほどお手元に配りました会津食の陣、会津アスパラについてでありますが、これが始まりますということです。振り返りますと、会津食の陣とはということで書いておりますが、会津人が胸を張っておいしいといえる食材を旬の期間に味わってほしいという願いを込めて立ち上げた食の一大イベントでございます。イベントは1年通して行われますが、そして3ヶ月ごとにテーマ食材が変わってまいります。春はアスパラということで、4月1日から6月30日までで、お手元のこの春の資料の中にですね、総参加点数64点、めくりますと、まずアスパラについての内容が書いてあります。アスパラは収穫期間が長いこと、会津のアスパラは、福島県内の約9割の生産量を持っております。で、めくっていただくと、それぞれのお店でこのアスパラの料理が紹介されております。宿泊施設でも企画をしていただきますので、料理人が会津アスパラを使用したメニューで、腕を振るっていただくということになります。先ほど申し上げたように、福島県産アスパラ 90% は会津産であります。なぜ美味しいのと、雪が降る、昼夜の温度差、これ当然幅があります。また歴史もあるということでありまして、福島県は全国でも作付面積トップクラスということで、美味しいアスパラを作っているわけでございます。で、色もですね、グリーン、ホワイト、紫、あと桜色っていうのもあるんですよ。残念ながら茹でると普通のアスパラの色になっちゃうんですが、サラダなんかで使っていただくと、その桜色が残るということで、バラエティーに富んでおりまして、彩り、その特徴を生かす調理をしていただければと思います。はい、でアスパラもですね、産地で食べるのが一番おいしいとちょっとアピールをしたいと思います。切っちゃったところから水がちょっと染み出るほどみずみずしい状態でありますけれども、時間が経過すると水分、甘みが抜けてしまうので、会津にお越しいただいて食べていただくというのも大事だかなというふうに思います。旬のものを旬のうちにということで、ぜひこの会津食の陣ののぼりが出ているお店で、食べていただきたいと思います。はい、お手元に資生だよりの4月号が出ているかなと思います。若干変更点がありますので、ちょっとお知らせしたいと思います。以前よりこの資生だより発行につきましては、カタカナや専門用語での表記をできるだけ減らすという努力はしてきました。文字の大きさ、レイアウトも工夫するなど、読みやすい紙面作りに取り組んできましたが、この度より分かりやすい指定情報発信を目指して、4月1日発行の資生だよりから紙面の一部について見直しをしております。改めてお知らせをしたいと思います。まず記事本文において、多くの人に分かりやすく読みやすい工夫がされているユニバーサルデザインフォント、いわゆる UD フォントを導入いたしました。ちょっと明朝体よりはしっかりと見える文字だというふうに私は思っております。次に表紙のタイトルをご覧いただきたいと思いますが、若い方や外国の方にも手に取ってもらいやすいようにということで、ローマ字を中心とした表記でしたが、改めて全ての人により見やすく親しみやすい表紙とするため、ひらがなを大きくし中心とした表表記にして、なおかつローマ字も小さく上に添えてあるという形にしております。また、指定だよりから市のホームページへの閲覧がスムーズに行えるようにということで、2次元バーコードも積極的に導入しております。各ページご覧いただけると、その QR コードが見つかるかなというふうに思います。なお、今後はホームページから申請書やダウンロードができる場合などにも、2次元コードを積極的に掲載することで、より円滑なホームページへの誘導、これを図っていきたいと思います。最後になりますけれども、特に後ろの方のページをちょっとご覧いただければなと思います。具体的には24ページぐらいから以降ですね、ちょっと柔らかい色にしております。感覚過敏の方、視覚障害などの方にとって、視覚多様性を重視した、配慮した配色を導入しております。これまでもより目に優しい配色というふうになっているかなというふうに思います。なお、以上となりますが、姿勢だよりにつきましては、姿勢を理解していただくため、そしてさまざまな、逆に言うと情報いっぱいなので直接関係ない情報もあるので関係ないと思われる方もいらっしゃると思いますが、中にはそれぞれタイムリーに必要な情報がしっかり入っていますので、今後もですね、市民の皆様にとってより分かりやすく親しみを持って手にしていただき、飲んでいただける方針を目指してまいりたいと思います。はい。なお、ちょっと姿勢だよりおめくりいただいてですね、11ページちょっとご覧いただきたいと思います。先日、昨年の成人式も富士3月6日に終わりましたけれども、今後ですね、成年年齢が20歳から18歳になるということで、市の方ではもう数年前に、市のいわゆる成人式にあたるこの催しは、2段目のちょっと左側のところですね、市の成人式は20歳の人を対象に開催しますということを申し上げております。でまた、名称はまだ確定しておりません。成人式はちょっとなじまないと思いますので、一つの案としては20歳の集いみたいなものを他いくつかを今検討しておりますので、改めて後日申し上げますけれども、改めて18歳が成人の法的な年齢でありますが、20歳の時に成人式に代わる式を行うということをここに書かせていただきました。はい、それからもう1点ですね、14ページ、15ページのあたりですかね。スマートシティアイゾハマスの発展進化と未来のアイゾハマスに向けてということであります。ご承知のようにスーパーシティ新定を目指していたわけでありますが、国においてデジタル田園都市国家構想が発表されまして、スーパーシティそのものが最上位計画ではない内容になりましたし、我々が目指していたものはもともとスマートシティでありました。それを実現するための取り組みということで、15ページの一番下、まとめとしては、これからも未来に向けて、スマートシティ会津若松の取り組みを進めますということで、ここにも書かせていただいたところでございます。なお、今後については、スーパーシティについての店舗については、その後の情報はございませんけれども、アーキテクトの求正を受けて、その書類を整えるべく、組織の体制作りをしているのが1点。それから、交付金については、デジタル田園都市国家構想推進交付金を視野に入れて、これから事業の構築をしていく、どちらかというと、規制緩和を重点というのではなくて、我々がもともと目指していた各分野におけるデジタルを利用した ICT を使った、スマートシティを目指すというような形になっていくのかなというふうに思います。改めて、市政代理でも皆さんにそのことをお伝えしていきたいと思いますので、こちらの方も報道機関の皆さんにはご理解いただきたいと思います。もう一つ、はい、それでは最後に新型コロナウイルスワクチン接種についてであります。実は今、3回目接種進んでおります。このような形で、全対象者の 44.4%、これは VRS への登録が3月23日ですから、これ、昨日までかな、おとといですね、の数字です。で、18歳から64歳では 22.1、65歳以上では 82.6、人数ではこちらの人数になっているところであります。で、3回目の予約状況ですが、実はもうほとんど枠ありません。で、改めてですね、25しか残ってないので、改めて3回目の接種、次回の予約枠公開日は、3月29日火曜日になります。来週の火曜日。で、接種期間は4月1日から4月15日。で、もう一つ、5歳から11歳の小児の接種も今やっておりますけれども、これも次回枠公開予定日が令和4年3月30日、1日後ですね。で、接種は4月4日からさせていただきたいと思います。まあ、いずれもワクチンの供給に合わせた形で枠の公開をやっているところでございます。はい。はい、それでは最後に鶴ヶ城桜まつりのチラシが出来上がりましたので、お手元をご覧いただきたいと思います。で、今年も4月4日から5月8日までの記載の、一つは表面で言いますと、鶴ヶ城桜のライトアップ。会津十楽春の陣、会津清酒で花見酒 in 鶴ヶ城、これはテニスコートを撤去した二の丸芝生広場ということでやらせていただきます。で、大茶会もやる予定でございます。まあ、後ろの方にですね、日時や場所等にちょっと詳細情報を載せています。1点だけお知らせしたいんですが、鶴ヶ城桜のライトアップの下のところに赤書きでですね、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お花見に伴うレジャーシート等を使用しての飲食は自粛してくださるようお願いしますと刷り込んでしまったのですが、実はこれを準備したとき、さっきご質問あった、大変厳しいときだったので、非常に悩みました。で、これでいこうということでやったんですが、実はその後、少し落ち着いてきましたし、特に首都圏、全国的に減少傾向が見られる中、あえてこれ吸っちゃったんですが、それをちょっと訂正させていただきたいなと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。で、具体的にはですね、今から申し上げますが、資料はどうやってたのかな、ブルーシートを引いてのお花見は、やっていただいて、やっていただけていいということにさせていただきたいと思います。まあ、具体的には特に制限を設けず、感染対策はそれぞれしっかりしていただきたいと思いますので、レジャーシートを使用した飲食を可能とする。ただ、これからちょっとエリアを申し上げます。場所はですね、二の丸芝生広場、先ほど申し上げたテニスコート跡地です。それから帯曲、帯曲というのは、お城の管理事務所の前のところです。それから、以前からやっていただいているんですが、ささやきが小公園といいまして、まあ、通称兵隊池のちょっと南側の桜がいっぱいあるところ、こちらについては、ブルーシートを引いてのお花見は今のところ制限しないということにさせていただきたいと思います。なお、鶴ヶ城の本丸でもですね、数年前、届け出を前提として花見をしていたんですが、本丸だけは今年はちょっと見合わせたいなということで、先ほども申し上げました3つの場所については、繰り返し申し上げますが、特に制限を設けず、それぞれ感染対策をしっかりしていただいた上で、レジャーシートを使用した飲食を可能にしていきたいなというふうに思っております。ただ、感染状況というのはこれ随時動くものでありますので、状況に応じては宣言を加えざるを得ないかもしれませんが、今年はなんとかできたらいいなという思いを込めて今の時点での発表とさせていただきたいと思います。鶴ヶ城公園内のお花見のお話でした。あともう1点、あと実は、観光ビューロとまちづくり整備課と観光課でですね、夜景パトロールもすることにしております。どういうことかというと、3密の防止であったり、大声やマスクなしでの会話を控えていただいたり、深酒をしないなどについて夜景パトロールをして、利用者への注意喚起は行っていきたいということでございます。情報提供させていただいてよろしいでしょうか。震災に関わるところです。この地域では罹災証明の発行など非常に多いですが、実は、昨日確認したところ、罹災証明は0件です。ただ保険等で必要になる被災証明ですか、こちらについては今のところ4件のなんですかね、申請があったそうです。で、会津若松は本当に被害なかったんですが、当日あったことはですね、南相馬市からブルーシートの提供を要請されまして、午前中に前の日包括連携協定を結んだ佐川さんが早速ブルーシートを運んでいったのが一つ、それから、国見町の病院、藤田病院さん、あそこで水のそのタンクが破損したということで給水車2台が出動しております。喜多方市なんかもブルーシート出されたみたいですし、それぞれ要請があったところにも行っておりました。で、それ以外は特に会津若松市に実は要請がございません。で、今後あるとすると被害がひどかったところの罹災証明の発行ですよね、こちらに対して人的支援を行うということで、県の方で今動いておりますので、我々としてできるの中で協力を、人的派遣の協力をしていきたいなと思います。